こんにちは、ゴッドコータンです。夏ですね。夏といえば海水浴。海水浴といえば海。海といえば泳ぐ。でも残念なことにゴッドコータンは泳ぐことができないんだよね。この人間の体だったら、じゃあどうするべきか。こちらの動物を使おう。この動物はタラといって、泳ぐことができる魚です。こいつをぶっ殺します。すると、モッドによって、倒した動物に変身することができるわけですね。おまけにこの、タラになったことによって、僕は人間の姿では泳ぐことはできなかったものの、泳ぐことができるようになるというわけ。早速海の中に飛び込もうか。よっ！あれ？僕は一体、どうなってるんだ？海の中に入ったら、ゲームが全く違うぞ。そうですね。今回はマインクラフトに見せかけたゴッドコータンが結構最近ハマっているゲームやっていきたいと思います。名前はディープイオ。その名の通り、海の中をモチーフにしたアガリオ的なゲームです。この世界では自分たちは様々な魚介類、魚、海の中にいる生物になることができ、でもってこの海の中にある栄養素を食べることによって自身の経験値を上げることができ、経験値がある一定数貯まることによって自分の任意な姿に進化することができるわけ。で、最終的に最終進化形態、食物連鎖の頂点に立ち、こっち側のランキングで1位を取るというのがこのゲームの目的です。早速やっていきましょう。今ゴッドコータはどんな動物になっているのかわからないと思うから I キーをしてごらんなさい。したらばこの今変身している動物の能力とそれから今動物変身している動物の名前が左下に表示されています。ゴッドコータはクラゲになっているみたいですね。能力は触れた相手に毒状態を付与するらしいです。まあ言うて今の段階では全然弱っちいので早いところ自分自身の栄養蓄えちゃいましょうか。今進化したのはこれはヤドカリですね。地面に落ちている貝殻を拾って背中に背負うことができるそうですよ。まあやめて、ちょ待って待って待って、やめてやめて、やーシャチに食われた。こういうゲームです。自分よりも立場が上の動物にはどうしても勝つことはできませんね。左上にスコアが出ています。3回ブーストと出ていますね。ブーストっていうのは変身している際に左クリックをダブルクリックすることによってブーストしたり、その魚が持っている能力というものを使うことができるってやつです。それでは転生しましょう。今回は僕がよく使っているワームっていう生物ですね。こちらのワームはどのような能力があるかというと、地面を高速で潜ることができるんです。つまるところ栄養素をたくさん摂取することができる効率がいい形態なんですね。でもって一番最初の段階なので経験値はあっという間に集まり次の進化形態へと移行することができるようになりました。僕の一押しヤツメウナギです。こちらのヤツメウナギは以下以上のレベルの動物にくっつくことができるってこと。つまり強そうな動物にダブルクリックをすることによって加速して相手の背中にくっついて大きな動物が摂取した栄養を分けてもらうことができるんだよね。早速、早速、ちょ、待って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 。やめて。そう、よし、くっついた。わかるかな？これ、僕です。この赤色のイカさんが、最終進化形態の一個前の段階だね。そこそこ強いやつなんだけど、こいつの本体にひっついたわけだ。つまるところ、このイカさんが獲物を食べれば食べるほど、僕のこの数値も上がってくって感じだよ。見てごらん、ゴッドコーターも動かしていないのにもかかわらず、どんどんここの 17.5 ってやつが増えてるでしょ。あ、いた！いけ！あいつは、口がでけえ深海魚だ。イカ、倒せ！倒せ！僕の宿主倒しちまえ！いや、あー、逃げられた。バカ、早く向こう行けよ。おい、なんで逃げてもたく。まあいいよ。あ、進化した。お前何それ？第四ホウズキイカかな？2本の触手を使って獲物を攻撃するタイプの恐ろしい動物だ。で、ゴッドコータンは、その第四ホウズキイカのここにいるやつだ。あ、違った。こいつダイオウイカだっけ？なんか似たような形態が多いんだよ。目の前にまたイカさんがいたね。さっきまでこの子がなっていた形態だけれども、今はこの子が食べる側になっています。おいバカ、ダイオウイカも倒されんなよ、倒されんなよ、倒されんなよバカ。よし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 、いいぞ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 。ゴッドコータンもたらふく栄養を取って、とても楽です。こういう生活って最高だよな。親が悪せく働いて、ゴッドコータンが口を開けるだけでご飯が勝手に運ばれてくる。でもって僕は家賃とか電気代の心配なんてしなくても、勝手に生きることができる。やっぱ子供って最高。そんな子供の時代の生き方っていうのをもう一度体験できるヤツメウナギってのは超最高だね。さて、この子が頂点捕食者をむさぼり食っている間、ゴッドコータンは、ネットフリックスでリック&モーティーでも見ようかな。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？
おい待って、こいつさっき僕のこと倒したシャチじゃないか。逃げろ。よしよし、逃げた逃げた。よかった。動物によってね、自分の固有能力っていうのが変わってくるんですよ。このダイオウイカさんはブーストすることによって相手にしがみつくことができるんですね。他にもいろんな能力があって、例えばこちらの提灯アンコウなんかはじっとすることによって頭の提灯だけを、光らせて他は透明になることができるんだよ。栄養に擬態することによって弱い生き物をおびき寄せるっていう卑怯な戦い方ができるわけだね。まあ個人的に強いとは思えないけど。あ、なんか倒したぞ。いいぞいいぞダイオウイカ。143.8。なかなかいいね。ゴッドゴタも 65.4。中堅くらいには経験値を得ることができたね。もう好きなタイミングで、ここで好きな生き物を選択すれば、その生き物に進化できるから。でも、あえて僕は進化しねえ。それがゴッドゴータの戦い方。おい、シャチがいるぞ。大丈夫か？マッコウクジラか？評価1200。あー、待って、勝ち組だ、こいつ。あー、死んだ！最悪だ。寄生してたら、主と同時に一緒に食われちまった。もう一回だ。僕今度は最終進化形態になるよね。前世で経験値をある程度貯めた状態で死んだならば、次の世代では、なんと経験値をある程度まで持っておくことができるんです。最初から進化することができる状態になることができるってこと。でもってゴッドクオータンが今ある経験値で、全部使って進化した動物というのが鬼イソメです。こちらの鬼イソメ結構なかなか癖が強くてね、他の魚と違って地面の中以外じゃ生きていられないのですよ。ここのブーストの上の方に水圧というゲージが出てくると思います。この水圧というゲージは特定の動物が特定の場所に行くことによって、まあ主に深海だね、に行くことによって、生じるものです。で、逆に深海魚が浅瀬に行くことによってもこの水圧ゲージっていうのがあります。それぞれの生き物によっての、いい環境から出てしまうと、こういったデバフ的なものが生じされてしまうんですよね。淡水魚が海に行くと塩分濃度が下がって死んじゃったりだとか、そういうことですよ。でもってゴッドゴータンは鬼イソメ。誰にも土の中を襲うことはできないので、ゴッドゴータンはこの土の中で楽々と生き延びることができるわけだね。地面に沈殿したこの栄養素をむさぼり食って、ゴッドゴータンはこの土の中の王者となるわけですよ。まあ他にもいろんな能力があってね。この鬼イソメさんは小さな生き物なんかを見つけるとその小さな生き物にアタックすることができる。アタックすることによって噛みついて、噛みつくことで引きずり込むことができるんです、地面にね。じゃあ早速そこにちっこい魚がいるからさ、あの魚に噛みついて、いや、よしよし、こんな感じ。今噛みついて地面に引きずり込んでる。で今倒した。こういう戦い方ができるんですね。まあ、でもあんま強くないから、今度はペンギンに進化しようか。マウスの画面左側があなたの生息域です。ってことで、ゴッドコータンは南極バイオーム、寒い地域に住んでいるってことですね。右側にこれマップがあるんだよ。左に行けば行くほど寒くなり、右に行けば行くほど暖かくなる。で、逆に右に行ったら、なんか沼地とかになったりするから、海水魚たちは淡水に行かないように注意しようね。このペンギンさんはこういうイグルーの中に隠れることができるけど、あんまり強い能力ではないからな。早いところ別の動物に進化したいところで、ヒスイ。早いところ別の動物に進化したい。お、ちっこい魚、ちっこい魚。よっ！ゴッドコーダーの獲物だ！ソウジさん！こんにちは！ゴッドコーダーのお腹の中へご招待しちゃいましょうか。お、なんかカニになった。今度はクラゲか？まず深海はよくね、ペンギンだからな。可愛いこのボディは深海のきつい水圧で耐えることはできないのです。だから、さっさと海上に上がろう。ああ、誰もいないこういう海の中をゆっくりと泳ぐことができる。やっぱ、来世は優雅なお魚がいいな。天敵があまりいないタイプのね。でもって海底でのんびりと暮らすんだよ。僕は夏休み中石川県能登島に行って海水浴を楽しんだ。生まれて初めての海水浴でプライベートビーチみたいにすんごいのどかな浜辺で海の中で泳いで、でもって中にはちっちゃいフグとかコウイカの子供みたいのがたくさんいたんだ。ゴッドコータンも生まれて初めての海という体験をしてすこぶる嬉しかったな。でもってゴッドコータンタコになりましたね。こちらのタコの能力はブーストを吐くことによって炭を吐き出す。この炭に当たってしまった動物は視界が真っ暗になってしまうので天敵を欺くことができる。さらにこのタコは食べた動物に変身することができるんだよね。一定期間これを使うことによって
僕はどうでもいいただの動物だよっていう風に見回りに擬態することができる。そして生息域を間違えて入っていってしまったナマズさんがいますね。かわいそうにゴッドコータンが君のことを捕食しようか。進化をして難なくなんとか生き残ることができたのかもしれないが、もう遅いです。あ、イカだ。よいか。イカはじっとすることによって透明になることができるんだよ。だから良くないな。タコとイカどっちが強いのかバトルしようぜ。イカ、おい、僕クラゲだお。クラゲ、来た。よし、騙されたな。今イカ澄み当たってこいつ真っ黒。よし、食べた。イカを食ったことによって体をイカのように変身することができた。こういうゲームだよ。そしてシャコとアメリカオオイカってのになったな。さっきゴッドコータンがヤツメウナギの時に寄生した3匹のイカいたじゃん。あれがこのアメリカオオアカイカってやつ。でもゴッドコーターはね、イカとかタコになるのはなんか飽きたんだよな。だからこっちにしよう。シャコです。こちらのシャコはマッハパンチができるんだよな。マッハパンチを食らったら、そのあまりのスピードと熱によって気泡が生まれる。海水が蒸発するんだよ。なんかブーストなんとかだとか、なんかソニックブーストみたいなのが起きるんだっけ。シャコさん、待て、体温ゲージが入ってる。そっか、シャコって、ちょ待って、やめて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 、シャコはここは僕の生息地じゃない。やめて一角、やめて一角。あ、自分の生息域に合ってないところで進化しちゃったら、環境に適応することができずに無残に勝手に死んでしまうなんてこともよくあるよな。あ、待ってください待ってください待ってください、僕はか弱いかなんです、待ってください。あ、僕はアヒル、僕はい、A になったよ。ビーバー、よし、カマスになろう。よし、カマスになりました。こんにちは。まずい、環境に合ってないところで進化したせいで塩分濃度が減っているよ。ここは沼地だからな。カマスってのは海水の生き物だろ。だからここで進化してはいけなかったんだよ。ブーストを止めている時に徐々に透明になっていきます。離すと突進できるってことはこういうことかな。あー、ほんとだ、だんだん透明になってる。でも今はそれどころじゃないから、さっさと海中に潜ろうか。おわ、やめてやめてやめて。切り替え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 は何事にも大切なことです。 A になって、あ、カエルアンコいいね。泳ぐのは苦手です。海底でブーストをチャージして小さな動物を吸い込むことができる。なるほど、ここカエルアンコだらけじゃないか。じっとしてたらなんかよくわからん壺みたいのになったな。いや、カエルアンコ元気かい。ゴッドコーターもカエルアンコの親戚だけど、これから進化して君たちのことを食べようと思ってるんだ。だから倒すんだったら今のうちだよ。ゴッドコーターは今後君たちにとっても脅威になるわけだからね。僕が君たちよりもすごい存在に進化したのであれば、君たちはゴッドコーターに勝てるわけがないんだ。だって僕はアスレチックも PVP もマインクラフトも、それから絵もうまいし、あとはニャンコ大戦争もユーザーランク2万2000あるから、そんじょそこらのプレイヤーが太刀打ちできると思うんじゃないぞ。ちなみにポケモンはマスターランク帯だ。海底のこういうな、ちっこいご飯とかを平和に食べていくんだ。僕は誰も摂取をしない。摂取をしたら誰かにやり返されると心の底で理解しているからね。だからこそゴッドコータンは静かに、誰も傷つけず自分だけが強化されていく。そういう人間に私はなりたい。進化できる段階だ。あ、待て、タコがいる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 、タコ、タコ、タコやめて、タコやめて、あ、さっきと同じ進化段階に進化することができた。さっきはタコになったけど、今回は別の動物に進化することにしたんだ。名前はホテイエソっていうらしいわ。ブーストをチャージして目の前にいる相手を減速させようって書いてる。本当だ。この目から出るビームに当たった獲物は移動速度が遅くなるらしいですね。そしたらかけっこに勝つことができる。あー、誰お前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 、怖怖怖怖怖。あんなおずましい生き物見たことがない。おそらく着て普通の動物のスキンを変えただけなんだろうけれども、それでも見た目自体にインパクトがあったせいでゴッドコーダン素直に逃げてしまった。あー、待って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 、危ねー。ウミガメが、あー、待って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 、ひどい。よし、今度はね、これになった。アンコウですね。さっき言ったやつだ。こうやって、じっとしていると、提灯の部分が、そこら辺に浮いてる栄養と同じ形になるんだ。近くに来た動物を、パグって食べる感じ。まあ、あんま弱いよね。あ、A だ。こんにちは、A さん。ちっこい A さん、ゴッドコーターのお腹の中に招待してあげようか。今だけ無料だよ。入場料はなんと、ゴッドコーターの朝飯になるっていう、権利だ。来い！来い！よし、一撃。
このね、ブーストを使った攻撃って普通の攻撃よりも若干攻撃力が高いんだよね。マイクラでいうところのクリティカル攻撃みたいな感じ。ニャンコ大戦争でいうところの渾身の一撃みたいな、そんなノリですよ。だから、相手を攻撃したいときは、このブーストゲージが溜まっていることを確認しつつ、相手を攻撃するのがいいですね。動物によっては、相手を掴んだり、離したり、引っ張ったりすることができるわけだから。じゃあ、さっき進化したホテイエースにもう一回進化しようか。あー、カイランコ、ヤッホー、お前のことを食べに来た。こんにちは。さっきあなたのご家族と会ってきたよ。環境を間違えて入ってきたかわいそうなイカちゃんがここでくたばっちまってやんの。ああいう動物を食らった時が一番栄養がもらえる。うめえのなんだって。じゃあ、これになろう。ウルフフィール。なんだそのミルフィーユみたいな名前は。能力が書かれてないな。あ、噛みつくことができるやつですね。こうやってゲージを貯めて、離すことによってビューンって発射して、で、なんか噛みつくことができるっぽいわ。じゃあ、ここにいるフクロウナギみたいなやつを食べよっか。ういし、ういし、ういー。お互い仲良く行こうぜ、韓国人さんよ。うちは国産、つまり日本産ってことね。もしも、パソコン室使って、学校のパソコンを使えるような段階になった時に、この DV よってサイトおすすめですよ。お、見てみんな、最終進化形態だ。今、ミルフィーユになってるけど、このミルフィーユになった段階での最終進化だね。最終進化形態は最後になった動物によって分岐するわけですよ。今、ミルフィーユだから、次の進化段階は、この、これ、オヒョウって名前の魚か、もしくはシラカンスになれるって感じか。じゃあ、オヒョウになっておこう。うい、うい、うーい、うい、あ、油断した。自分の HP が低いことを気づかなかった。まあいいや。ってことで今回はここまでだ。みんなわかったかな？この DV のルール及び面白さは。興味を持ってくれた方はぜひ概要欄の URL からこちらのサイトに飛んでぜひやってみるといいさ。ゲームとか YouTube の動画を片手にこういったゲームやるのはね、なかなかいい暇つぶしになるからおすすめですよ。また魚のね、進化形態とか食物連鎖のうんぬんとかの勉強にもなるかもしれないからね、知らんけれども。ということでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回また見てくださいね。じゃんけんぽん。うふふふふふふ。